アルストツカに栄光あれ。はい、ペーパープリーズ早速やっていきましょう。今回でパート9回目ですかね。なんかそろそろ終わりそうな予感するんですけども、前回やらかしたな。だいぶね、集中力がねなかった。なんで今回はちょっと気を引き締めてですね、行きたいと思います。デイ24日目ですね。でね、妹のあの貯金がね超効いてる。あの名誉引き取ってよかったわ。はい、じゃあ早速やっていきましょう。1982年12月16日、壁は保たれるか、国境地域の安全に募る、不審の声だ。はい、じゃあ行ってきます。1982年12月16日、新作が相次ぐ最近の一連の事件に関し、アルタン地区住民に容疑がかけられた。情報省から協力を要請されている。審査室に押収書類用の特別な引き出しを設置した。またややこしくなってきたね。苦しいな。規則書に押収手順に関する情報が追記された。アルタン地区の全住民からアルストツカ国のパスポートを押収せよ。パスポートを押収しても他の規則に違反していなければ入国は許可される。入国 OK だけどパスポートを没収するよって感じですかね。パスポートのないものの入国許可及び拒否には押収伝票を発行せよ。アルストツカに栄光あれ。また新たな何かありますけど、パスポートの押収 ID がアルタンであったか確認して、押収引き出しこれか。おお、あ、すごい引き出しや。引き出しどっからこう出てきてんねんっていうね。普通さ、こっちからじゃない？体がこう向いてるからこっちから出てこないとおかしくない？まあいいけど、こん中に放り込むと。わかりました。あれ、これジョージじゃね？ジョージ指名手配やん。全然出てこねえからな。鍵、待って、これ2つあるけどさ、ん？ 2 つもいるかね。わかりました、アルタン地区ね。了解です。じゃあ早速やっていこう。はい、おはようございます。どうぞガシャン。早速来たね。あなたアルタン地区でしょ。はい、どうすればいいのかな。アルタン地区は没収をする。これこうで、ビザを違反はしてないよね、こいつ。はい、こんな感じ。ありがとう。やっぱり祖国はいいね。またすぐに旅立ちます。パスポート返してください。押収されました。どういうことですか。返還については伝票番号に問い合わせてください。なんとでも言え。そういう規則なんだよ。出ろ出ろ。あー、気絶したね。しょうがないじゃないか。乗り継ぎ2週間、43キロ157センチ、期日はギリギリだな。まあこれは OK。 小顔なのかな。はい、で、聖マルメロですよね、リパブリア。パスポート番号は OK かな。なんか怪しいんだよな。女、リカマリアさんね。はい、OK です。OK だよね。特に問題なし。行ってよし。次。
大丈夫。やってるな、早速やってんな、おい。もうね、わかった、もう。もうわかった、もうこいつもね、おかしい、なんか。なんかある。ベドール？コレチア？ベドール。女。え、こいつは大丈夫だよな。待って。8週間 ?8 週間 ?OK。2ヶ月。怖えなぁ、もう。お、なんだよお前、来んなって。もう機会を逃した。赤の男は生き延びた。今度はコレチアの、はい、知らない。捕まえてください。これ誰か、この人、早く。はい、書類出してね。レンディフォルマ地区なんてあったっけ？そんなありました？ある。レンディフォルマ。体重 OK？ 身長は？大丈夫。顔は？あ、1ですね。はい。あとこれは？あ、1なんだ。パラディズナ。あ、パラディズナね。大丈夫っすね。大丈夫だよね。イバンナさん。ストロガ、ガノーバーイバンナ。ほんと？あやー。なんか前回、せ、もう、え？本当？もう、やってんな、おい。アルタン地区でございますな。アルタン地区はですね、放り込みますよ。でさ、179？ うん。大丈夫。これ、パスポートもう見れないのか？東グレスティンで合ってる？はい。これまたやったら俺、泣く。パスポートはね、押収したんです。電話番号問い合わせてね。頼むよ。はい。OK、サンキュー。コリスタシティだっけ？亡命です。亡命、ん？あ、これね。はい。一致してますよね。はい。OK。あとは、オリスタシティが怪しいんだが。そんなありました？オリスタシティあるね。お、あぶねえ。おい、お前なんか持ってんだろ？亡命っつって嘘偽って、お前。どうせお前持ってんだろ。太ってんな。持ってない、持ってない。嘘。わかった。あとさ、身長も違くない？こいつ一なん。いや、もうわからんくなってきたわ。 大丈夫？いや、怪しいぞ今のやつ。身長体重違ったもん。
大丈夫なんだ。おう、ジョージ。また会えて嬉しいぞ。今日は観光に来た。全部バッチリ大丈夫。指名手配とかされてないし。ジョージ。お前、やってんだろ。しかしジョージは友達なんだよな。ジョージは逃走。ジョージ、あんまり悪いことすんじゃないよ、本当に。頼むわ。え？お前のために何かしてやるだって。本当か？はい。終わっちゃった。オッケーじゃない？グロリアン。はい。いや、終わった。やべえ、貯金がもうやべえ。頑張らないと。やばいね。暖房削ろう、ちょっと。やばいな、どんどん減ってく。ガシュ連邦電線病蔓延の危機。ガシュ連邦でまずいな。ウイルスの猛威を振るってるな。1982年12月17日お、また友達が来るな。開けとこ。よう、おはよう。まあまあ元気。はいはい、頼みがある。戦時中綺麗な女の子と出会ってね。彼女のことが頭から離れられない。離れない。ようやくこっちに来ると、昨日連絡があったんだ。頼む。どうか彼女を通してほしい。彼女の名はエリーザ。エリザ。なんかもらっ、何これ。トゥ、ん？エリーザ、I love you。いや、これをどうしろというのだ？これ、渡したらいい？わかったよ。まあ、あの、いいやつなんでね。通してやろう。エリーザね。審査会に次ぐ合衆連邦国民は伝染病の、疾患を、流行らせる恐れがある。合衆連邦からの入国希望者は全て拒否すること。了解しました。アルタン地区のアルストツカ人はパスポート押収。OK。いや、複雑になってきて全然人数こなせなくなってきたぞ。これはきついな。はいはい、永住ですね。合衆連邦ですよね、あなた。顔ちげえし。どうしようかな。その前にあなた顔全然違うぞ。これ、いや、合衆連邦だから返すけどね。別人なんだけど、どうしたらいいんだろう。拘束した方がいい？何のことだが。これは正しかったのか。それとも門前払いした方が良かったのか。次。まあでも拘束すればするほどお金もらえるんでね。その方がいいじゃろ。妻と永住。息子はくれたんだよ、お前。青ひげ。パスポート番号。OK、いい。名前は？男。ジェンセン・エリック。ジェンセン・エリック。
OK。あとは、オブリスタンスカール。オブリスタンスカール。オブリスタンスカール。ありますね。OK、わかりました。この人は大丈夫。アルタン地区でもないもんな。はい。ありがとう。絵はそんなに悪くないよ。ちょっと機嫌悪かったんだ。申し訳ない。あ、こいつ大丈夫か？やったか？大丈夫だね。はい。うるさい。さようなら。あなたは、あ、エリーサじゃないよね、今は。大丈夫？エリーサじゃないよな。顔ちょっと似てっけど。あなたはまるで、何これ？あなたの欲望そのもの？捕まえて私の心。ビザを認めてね。シャラップ。いろいろ問題があるぞ、お前は。本来なら拘束すべきところだが、一応ね、いろいろ足んないんだよ、お前はよ。なくしたんじゃダメだね。あんな素敵な手紙を渡したのに。ダメだよ。ダメに決まってんだろうが、こんなんで。はい。乗り継ぎの2日、OK。27日。89キロ、177センチ、OK。特徴は富士、なんていうの？額？富士山っぽいあれか。輪郭？パスポート番号。アンテグリア、聖マルメロですよね。あったよな、聖マルメロ。あるよね。大丈夫かな？こいつは大丈夫かな？大丈夫っすね。はい。よいしょ。はい、良い旅を行ってらっしゃい。次。そろそろエリーゼ来るんじゃないの？ああ、やったやった。なんだこいつ。やったな、今のやつ。はい。何度も言うが、忙しいは理由にならないんだよ。アルタン地区だ。ポッシュ。男？パラディズナ。男ですかね。はい。これ放り込んで、よいしょ。はい。パスポートはね、押収したの。次。これがよくわかんねえんだよな。ディミトリは元気かしら？はい、ディミトリ。このさ、外交のやつのマークとかもよくわかんないんですよね。
大丈夫だよな。コレチア、ユルコシティ。怪しいな、こいつ。これ意味わからん。あ、お前はね、あれなんですよ。ごめんね。ね、ダメなの。口ひげ173センチ。あれ、リーズンが出てこねえが。返したらいいんだっけ。持ち込まないでください。すまんな。だってさ、ボタン出てこないんだもん。172センチ、68キロ、太り気味ですね、あなた。で、乗り継ぎ2日間つってたか。はい。アウターグラス、アンテグリア、はい、いやー怖い。太り気味でいいんだよな。え、大丈夫。はい、やったやった、今回もやってる。30円しかない、もう。食料削ります。で、暖房費はちょっとね、風邪ひいちゃうんで。これ風邪ひいてんのか。さあ、25日目だっけ。次やっていきましょう。おはようございます。あの子来なかったね。この子の彼女、この子。伝染病の危険性は計り知れない。新たな規定を制定する。すべての入国者はポリオワクチンが有効であるワクチン接種証明書を提示しなきゃいかん。すべての入国者。はい。証明書を持ってる場合は合衆国連邦国民であろうとも入国は OK と。わかりました。アルタン地区はパスポート押収。いやー、ちょっとね、難しくなってきたよ。ちょっとね、やらかしまくってるから。いきます。エリザは通さないとね。はい、おじさん、これがポリオワクチン。はあ、ちょっと多すぎない？書類。これは OK。 薄毛 OK。 ちょっとね、一個一個潰していかないとな。ワクチンポリオね、ポリオ打ってますってことか。 OK。 3年間、だいたいこれ OK じゃないかな。シングルトン、うん、問題なし。本当か。いや、これ大変だよ。すげえ大変だよこれ。はい、書類。ポリオが受けてますね。3年間有効。ハイハン、インポール、口ひげ、オッケー。
大丈夫こいつ。イバ、ヤン・ストロガノフ。ストロガノフじゃねえや、名前。ストロなんちゃら。大丈夫？大丈夫だよね。オリオ。多すぎだよね、ちょっとさ。給料上げてくんないときついぜ。エリサだ。もう家族はいない。お願い。あいつしかいないのか。そうか、わかった。これ渡そう。彼が待ってますよ。いってらっしゃい。どうもありがとう。ああ。早く行け。俺いいことしたな。あ、エリザ。おお、感動の再会や。おお、おめでとう。よかったな。いやもう十分ですよ。俺はこの仕事をしてよかった。あ、仲良く歩いていってますね。お幸せに。あなた、接種してねえだろ。受ける必要性だと？バカな。バカ者。お前な、いるんだよ、今。大変なんだよ。さようなら。理由はコードつけたからね。リーズンはつけたから大丈夫。オリオ、コレラ、コレラ。友人に会いに？なるほど。30日、1ヶ月観光ね。はい。うん。お前、口数多いな。怪しいな。ん？パスポート番号 OK だな。名前は？で、男で、遠距。インポール遠距。はい、大丈夫っすかね。ポリオが82年9月15、最近受けたのね。わかりました。大丈夫ですね、この人。多分大丈夫。特徴は暗い髪色って言われてもな。大丈夫、頼む頼む。よしよし。オリオ2週間乗り継ぎね。うん。でまずこれ、明るい髪なのか。明るいのこれ。大丈夫ね。180キロね。これは OK。次。これ。名前は？名前が超ややこしいんだが。はい。大丈夫そうかな。ベドール、コレチアベドール。はい、大丈夫だよね。すの多いな。はい、いいよいいよ。書類を出せ。なるほどね。アルタン地区であられる。ポリオ、コレラ。ポリオワクチン82年。夏に受けたんだね。OK、身長、体重。うん。まあ、OK だな。募集はする。して、
OK を押す。いや、怖いな、こいつ。後で連絡しろ。いいんだよ。そういうあれなんです。OK。うわぁ、マジ。これはすごいぞ。こんだけ書類あんの。なんか来た！なんか来た！うわぁ！危ねえ、生き残ったこいつ。危ねえ。ふわぁ。やべえやべえ、貯金やべえ。精密狙撃、狙撃は成功したのかな。あれさ、撃ったら爆発したけど、こんな感じかな。はい、というわけで今回ここまでに、したいと思います。今26日目、多分まだちょっと続きそうですね。うん、まあ、今回もちょっとねやらかしてますけども、書類が多いんじゃ、なんやもうなんやかんや多すぎるんじゃ。はい、まあしょうがないですね。はい、というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。